被害者と加害者どっち？わかりません。習ってやる、登ってやる。集団自殺か。運命はまだずっと探しているんですよ。私の運命だ、君が。こいつは幼い頃から霊が見えてしまう青年、帝光介。そして私のこいつは霊を退治する除霊師、冷川リヒト。俺は怖いんだよ。事故物件などの除霊をしている冷川は帝と出会い、二人はコンビを組んで除霊を行うようになった。ある日、殺人課の刑事である私は1年前の猟奇的殺人事件で見つかっていない遺体探しを彼らに依頼した。聞こえたんだよ。日浦エリカに騙された。そして二人は除霊依頼を受けた高校で偶然日浦エリカに出会う。彼女は自らを呪いやネクロマンサーだと名乗った。猟奇的殺人事件も彼女の呪いが引き起こしたものだった。呪われて死ぬ。日浦エリカのバックにいたのは先生をトップとする研究会だった。お仕事終わりましたか、先生。あんた本当はどんな人間なんだよ。父さんは多分もう帰ってこないんだ。帝は自らの呪いの力で自家中毒に陥り、本当の気持ちを吐露した日浦を助け、彼女を組織から抜け出す手伝いをしようと決める。そして彼らはいよいよ先生に立ち向かう。果たして帝と冷川の運命の行方は。思い出すも何も忘れたことはない。いいよ、間に合わせる。おいで戦おう。もう何も怖くない。お三角窓の外側は夜、毎週日曜夜22時より放送中。